こんにちは、島田です。今回は、前屈できない体が硬い人向けに、体幹の筋膜リリースストレッチについてお話をします。この話の全体的な流れはこんな感じですね。まず、前屈がやりづらい原因を整理した後に、シンプルな方法で、体幹につながるパーツを連動しやすくする。 やり方をお話ししますで。それを使うことによって徐々に深く前屈しやすく整えていくという流れですね。体が硬くて前屈できないという方にとっては硬さを緩めるヒントになりますしすでに前屈できるよという方も骨盤周りの硬さが気になるとか足が前に上げづらいとか足を後ろに上げるときに腰が詰まってしまうという問題があるならそれらを解決するヒントになるはずです。 では、早速本編に行きましょう。まず、前屈しづらい原因からですね。前屈といって体を前に折り曲げるときに、こんな経験ないでしょうか。手が全然床に届かないとか、膝を伸ばしたまま前屈しようとすると、太ももの裏側の筋肉が張ってしまうので、膝が曲がってしまうとか、腰に違和感や張りを感じる。中には、前屈をするときにお腹がつってしまうとか、 足首がふらついて体が前に倒れてしまう感じがするとか、つま先が浮いてしまったり、浮き指になったりするなんて経験がある方もいるかもしれませんで。こういった前屈が深くできない原因を大きいカテゴリーで分けると3つあるんですね。1つは体が硬いこと。もう1つは腹筋、特にコアマッスルが弱いこと。そして3つ目がバランスが取れていないということです。 で体が硬いって一言で言っちゃうと結構アバウトなのでもう少し細かく見てみるとハムストリングス、もも裏が硬い股関節の動きが硬い膝が伸びないっていう問題だったり背中が硬い背中が反りづらいとか腰回り骨盤周りが硬い弱いなどに分けられます同じようにバランスが取れないっていうのももう少し細かく見てみると重心が後ろにかかっている 腰が伸びにくいとか制限がかかってしまうという問題だったり手足と耐火の連動ができてないせいで肩とか股関節みたいにその付け根に力みが入っちゃって動かせないという問題ですねそれから呼吸が浅いみたいな問題もありますまたこういった腰周りの硬さや腹筋の弱さ後ろ重心というのは骨盤の位置がコントロールできてないサインでもあるんですね このように前屈が深くできないというふうに一言で言っても裏にはこういった問題が隠れているわけですね。とはいえ、この話分かっちゃいるんだけれどもなかなかそれを分かってても硬さが取れないし意識してるんだけれどもどうしてもその膝が曲がってしまうというふうに思う方もいるかもしれません。でこの硬さを取る方法としてハムストリングスの硬さを取るやり方については 以前別の動画で解説をしています。もも裏、ハムストリングスが硬い意外な原因とストレッチしやすくする2つのコツ、この動画ですね。なので、もも裏とかハムストリングスの硬さが特に気になる方はこちらもご参照ください。今回お話しするのは、こちらの青で囲った部分に対するアプローチです。体幹や姿勢バランスが取りづらいせいで、 硬くなっているところを緩めて前屈しやすくしていくっていう流れですね。で方法なんですけれどもそれはあるポイントをこすりながら膝の曲げ伸ばしをするだけです。例えばこんな感じですね。まず前屈をしてどのぐらい自分が床に手を近づけられるか確認をします。そこからあるポイントをこすりながら膝の曲げ伸ばしを何回か繰り返していくんですね。 で詳しいやり方は後でお話ししますが、ここではちょっと流れを抑えてもらうために、サンプルとして3回そのポイントを擦りながら、膝の曲げ伸ばしをした時の変化を見てみます。このようにゆっくりとその膝の曲げ伸ばしをしながら、ポイントを擦り続けていくわけですねで。時間にしてこれ1分ぐらいなんですけれども、これやっていくとですね、だんだんと、 胴体と太ももが近づけやすくなるんですね。なので、やり終わった後に比べてみると、やる前と後で前屈した時に手が床に届く範囲が変わっています。やる前は指がつくぐらいだったのが、やり終わった後は手のひらまでべったりとくっついているというわけなんですね。で、このこするポイントはどこなのか。それは、ふくらはぎの内側です。 ここを膝下から足首にかけて擦ります。ふくらはぎの内側を膝下から足首にかけてこすりながら、ご自身に無理のない範囲で膝の曲げ伸ばしをすることによって前屈が深まるんですね。でポイント2つあります。1つは、やってる間中、ふくらはぎを擦り続けるということですね。1秒間に2回から3回ぐらいの、やや早いぐらいのペースで、 こすりながら膝の曲げ伸ばしを行います。もう一つは、この膝の曲げ伸ばしを行うときに、なるべく胴体と太ももを近づけながらやるということです。胴体と太ももが近い位置で膝の曲げ伸ばしができた方が、骨盤の位置が良くなるので、後で前屈しようと思ったときに効果的なんですねで。これ方法シンプルなんですけれども、 その前屈の姿勢しながら膝の曲げ伸ばしってずっと頭が下にある感じになってしまうのでこれだとつらいっていう方は曲げ伸ばし1回ごととか5秒から10秒に1回休憩を挟みながらやってみてくださいこれやることによって姿勢が安定して胴体と太ももが近づけるようになるほど前屈が深まっていきますでこの話を聞いて なぜここをさすりながら膝の曲げ伸ばしをすると前屈が深くやりやすくなるのっていうふうに思った方もいるかもしれません。これはこすって刺激を入れることでつながって動く部分、筋膜を使いやすくしているからなんですね。今回刺激を入れているのは姿勢をキープしやすくするのに使われる筋膜のラインです。今回のやり方はふくらはぎを擦りながら膝の曲げ伸ばしを行うことで 姿勢を保つ筋膜を活性化させながら前屈した時の姿勢が安定しやすいようにしていったわけですね。なので体幹や姿勢バランスが取りづらいせいで硬くなっちゃってる人の場合はここが緩むのでどんどん前屈しやすくなっていくっていうわけです。先ほどのサンプルでは膝の曲げのし3回ぐらいでしたけれどもこれを何セットか繰り返していくと膝と顔が近づくようになっていく,くっつくぐらいまで。 あの前屈が深くなっていきますでここまでの話を聞いて自分の場合は体が硬すぎるからそもそもこの擦りながら膝の曲げ伸ばししていくの自体が難しいんだよねっていう方も中にはいると思うんですね。でその場合は座ってやっていただいても大丈夫です。この方法で大事なのはポイントを擦り続けることとあと胴体と太ももが近づけるようにすることなんですね。 なので、ここさえ押さえておけば、同じように前屈が深まっていきます。どんな感じでやるのか、椅子に座ってやるバージョンもちょっとお見せしますね。椅子に座って、足は腰幅に開きます。膝下の内側から足首にかけて、このふくらはぎの内側ですね、ここを少し速いスピードでこすりながら、ご自身に無理のない範囲で、胴体と太ももを近づけていきます。だいたい10秒前後こすったら、元の姿勢に戻って、 これを繰り返していくわけですね。で注意点が一つあって、胴体と太ももを近づけるときは、姿勢をまっすぐできる範囲で行います。これ無理に前傾しようとすると、頭だけ先行しちゃうんですね。そうすると、腰とか足の付け根に負担がかかってしまうので、足の付け根が詰まるなとか、腰がちょっと辛くなりそうだな、力入っちゃうなっていう手前で戻ってください。で体が硬い人の場合、最初のうちこれだと全然、その、 胴体と太もも近づく感じがしなかったりするので、これでちゃんと効いてるのかなと思うかもしれませんが、これ3回から4回ぐらい繰り返していただくとですね、だんだんと体幹が使える範囲が増えてくるんですね。なので、自分で前屈コントロールすることができるので、太ももと胴体が徐々に近づけられるようになってきます。付け根や腰に負担がかからない範囲で、徐々に何回か前傾できる範囲を増やしていってください。 でこれやってていただくとですね、だんだんとその体幹が太もも超えるぐらいまであのくっつけられるようになってくるので、そこまで行っていただくと、実際に立ったときにですね、前屈してもらったときに前屈も深くなります。これやる前と比べていただくとですね、やる前よりも手が床につける範囲が増えているはずですので、あの 体が硬すぎて立った状態での膝の曲げ伸ばしはちょっときついなっていう方はこの椅子バージョンも試してみてくださいではここまでの話をまとめます今回は前屈ができない体が硬い人向けに擦るプラス膝の曲げ伸ばしだけでできる体幹の筋膜リリースストレッチについて解説をしてきました前屈ができない理由っていろいろあるんですけれども今回はその中でも 前屈した時に姿勢が不安定になることで骨盤の位置がコントロールできずに固まってしまう問題これに対するやり方をお話ししてきたんですねで方法はシンプルでふくらはぎの内側をこすりながら膝の曲げ伸ばしをプラスすることによって胴体と太ももが近づけやすくなるのでより前屈を深くすることができます もし体が硬すぎて、これちょっと難しいなっていう方は、椅子を使った方法もありますので、ご自身に無理のない範囲で徐々に硬さを取っていただけると嬉しいです。でメンバー限定の方では、もう少し掘り下げてお話をしています。どんな話しているのかっていうと、今回の方法のメカニズムですね。その他に、こする位置のコツと、それで狙える効果とか、体幹トレーニングを使って前屈しやすくする方法。あと、 今回の前半でお話しした筋膜リリースのやり方と体幹トレーニングを使って前屈しやすくする方法のその違いですね。違いとそのそれぞれのおすすめの取り組み方などについてお話をしています。概要欄にある先進療治ラボか YouTube のメンバーシップでご覧いただけますので、お好きなものをチェックしてぜひ続きをご覧ください。以上参考になれば嬉しいです。ここまでご覧いただきありがとうございました。 ぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえたら嬉しいです。またお会いしましょう。